今回はちいかわランドに行ってきました。東京駅の改札を出るとちいかわ一色でびっくりしました。ちいかわってこんなに人気だったんですね。 TikTok とかでちいかわアニメが流れてきて少し知ってるレベルだったんで、こんなにも人気とは知らなくて衝撃を受けました。ちいかわランド東京ステーションは大人気で、2024年3月27日より新店舗にて移転リニューアルオープンしたようです。もともとはかなり狭かったらしく、リニューアルオープンでお店も広くなったらしいです。お店に向かう道中、ちいかわでいっぱいでした。道中にデジモンアドベンチャー25周年のワゴンがあって、めっちゃテンションが上がりました。これはやばいですね。ちなみに私はデジバイスを予約しようか悩んでいます。記念にお店に並んで入ってみようと思ったら、事前予約がないと入れないとのことでした。下調べって大切ですね。その他にもポケモンセンターや仮面ライダーとかいろいろなショップがあってびっくりしました。アニメ好きにはた
たまらない空間かもしれませんね。ちいかわランド東京ステーションに行きたい方は事前予約してから行くようにしてください。